4.16 事件は1929年4月16日に行われた日本共産党に対する検挙事件のことを指すが、1929年に行われた一連の検挙事件を総合して言うこともある。1928年に起きた 3.15 事件以後、日本共産党は検挙を逃れた渡辺正之助、鍋山貞親、佐野学、市川正一ら4人の中央常任委員を中心として党の再建を図った。上海やモスクワに中央委員を派遣し、国内でも早々と活動を再開した。しかし、1929年3月18日に東京地方オルガナイザー菊池克己が逮捕されて、猛烈な拷問によって白状させられ、居宅の家宅捜索により、党の組織文書が押収された。そこから、党中央直属のオルガナイザー杉本文雄の逮捕に及び、党中央への波及を余儀なくされ、3月21日には、中央事務局メンバー左官和義が、3月28日には、中央事務局長格の馬庭末吉が検挙された。馬庭が党員名簿を持っていたことから、4月16日に、共産党員の全国一同3府24県にわたる一斉検挙が行われた。その後も検挙は続けられ、1929年で4942人が治安維持法違反で逮捕された。この検挙により、共産党は壊滅的な打撃を受けたが、1930年代のいわゆる非常時共産党時代に大衆組織が拡大し、党勢を一時回復することができた。しかし党指導部に潜入したスパイ M の挑発的方針により1932年11月の熱海事件で党幹部が一網打尽にされ、また獄中指導部の佐野学、鍋山貞親の共同声明に始まる組織的転向を通じ多くの党員が組織から離脱、党としては壊滅状態になった。ありがとうございます。